今回の NHK マイルカップ勝つのはシャンパンカラーです。はい、ええ十一番シャンパンカラー内田弘樹のキー。今回の高松の宮木ね。 勝つのはファストフォースですいやいやいや見ましたかね今年の神予想の数々ねあの高松の宮記念、ね、ファストフォースでねあの先週 nhk マイルカップは、えー、だシャンパンカラーということでまあ、ね、あのあ見事にねまま当てていい感じに来ていますままちょっとねあの先週までねあの 結構連続で外れてたのでちょっと悪い流れだなここで取り戻したいなと思ったところでね会心の当たりが出ましたんでねうん本当にもうこの上ない状況だと思いますというわけで今回ねビクトリアマイルですよねあのまあ皆さんねあの僕の予想をねあのだいぶ期待してくださってると思うんでねまあドナイヤモンがね誰が勝つというのか非常に注目だと思うんですけれども今回のビクトリアマイルなんですけど見えちゃったんですよね 今回のビクトリアマイル、勝つのは、ナミュールです。はい、勝つのはナミュールですね。うん。あのね、まぁ、あ、一番東京のね、広いコースが合うと思うし、戦六ってのもね、合ってると思うんですよ。うん。でね、ちょっとスターズオンアースがちょっと距離が不安で、ソダシはちょっと当てにできないってところがあるんで、まぁ、あ、勝つのはナミュールかなというふうに。 思っています。ちょっと3歳の頃と比べてもね、あの、だいぶね、あの力強くなってきてると思うんで、ちょっとね、まあ、予想3番人気でね、ちょっともうちょっと穴目予想して、穴目をね、欲しい人、ちょっと申し訳ないんですけど、あのまあ、ちょっとこかすのに波打るから、行かせていただきたいです。で、あの、他の馬ね、他の馬にね、結構、あの、いい馬をね、並べたんで、見ていってちょうだい。えっ、ー、と、 はい。えー、ララクリスティーヌ対抗で、ソングライン、ソダシ、スターズオンアース、サウンドビバーチュー、サブライブ、アンセムと、こういう感じです。そうですね。はい。あの、ララクリスティーヌ非常に安定してて、まあ、前奏もね、あの、京都頻馬専用0勝ってるんですよ。でね、あの、ちょっと迷ったんですけどね、本命どうしようか。うん、ただまあ、結構ね、まあ、どちらかといって、 たら、ぶっちゃけ1004とかの方が向いてるとは思う。1006がベストとは思わないんだけれども、結構ね、あの、臭いなという、臭いなって感じですよ、ララクリスティーヌ。で、ソングラインね、ちょっと、去年の安田記念チャンピオンで、ビクトリアマイルは5着だったんだけど、あの、最近ね、ちょっと、サウジで一トンズあったんだけど、まあね、海外のレースなんてね、当てになんないから、全く別物なんだから、あんまり気にしなくていいかな。ちょっとここベストのところで戻ってきて、ちょっとどうかなっていう、 これねうん、で、ソダシはね、軸にはできないけど、外せもしない一番なんか厄介なもなんだよな、これ。なんかポンと3着ぐらいに来そうだしね、沈むときは思いっきり沈むと思うんだけど。うん。で、スターズ・オン・アースですね。まあ、そうね、ちょっと距離がどうかなってのはあるんだけど、まあ、東京コース広いから、ちょっとわからないんですよ。で、まあ、注目この2頭ね、サウンド・ビバーチ・サブライ・バーセム。この阪神頻発という薬組、この2頭をね、 まあ穴穴です大穴ですす大あのね前走重賞ね人気ないのに勝つないしは勝ちに等しい2着みたいな感じなんですけど不当に評価されてないので、まあ、こういった馬がね穴開けるんですよあの敬愛エレガントとかミナレットみたいに、うん、だからねこの2頭がね大穴として組み込みます、はい、これ後輩党の飛者だと思ってますでえー、まあ生まれないし3連覆どっちでもいいですあの 予算に合わせてください。僕、ちょっとどっちで買うか迷ってるんだけど、まあ、どっちかで買います。うん。ナミュールから、えー、ララクリスティーヌ・ネソングライン育ち、スターズ・オン・ア・スタンド・ビ・バーチ、サブライブ・アンセム。はい。こういうことなんで、皆さんね、当てましょうね。ビクトリア・マイル。まあ、あの、僕はね、あの、ビクトリア・マイルの日、ちょっとね、あの、お仕事入っちゃってて、あの、リアルタイムで見れるか、ちょっとリアルタイムで見れるか分かんないんですけど、まあ、馬券は買います。馬券は買ってね、 まあちょっと合間見て、お仕事の合間にね、なんかちょっと合間になんかトイレタイムとかで見てね、あの <laughs>、いおうかなと思います。はい。なんでね、あの、先週みたいに、ちょっと競馬場というか、先週はウィンズ新宿の1階のモニターで見てたんですけど、ああいうリアルタイムで見てる動画は上げられないと思うんですけど、まあ、結果報告はね、していこうかなというふうに思っています。というわけでね、競馬楽しいね、うん。こ,こからオーーークス、ダービーと続くんで まあ、ダービーはね、行きますんで、ちょっとチケット取れればだけど、頑張って取ってね、チケット行こう、取っていこうと思ってます。皆さんもね、楽しい、競馬ライフを。